こんばんは。今日は断捨離して体が軽くなった件お話します。今日はおばさんの家に行ってゴミ掃除をしてきました。80のおばさんがいて、おばさんが入院してしまったために掃除をしに行ったんですよ。で、まあ一番ね、親戚中で一番高齢な方なので、まあ自分で一人で住んでるとはいえ、やはりいろんな捨てられないものがあるんですよね。それをまあ親戚の特権でバンバン捨ててきたんですが、これで感じたことというのは、ゴミを30袋ぐらい捨てに行った時に、後半だんだんこう帰りにゴミを捨てて戻ってくる時の体がすごく軽くなってきて、最後背中とか楽になっていくんですよ。びっくりしました。ゴミってこんなにそのエネルギーとしても重くのしかかってるんだなっていうことを知ったんですね。だから皆さんもこう使ってないものとか、食べもしないね、調味料がたくさん置いてあったんですよね。絶対にもうこれ使ってないでしょうっていう調味料とか、あともう期限切れの、もう去年の暮れあたりの麺類とか、乾麺ならいいんですけど、茹で麺とかね、冷蔵庫の隅の方にあってみんな捨ててきましたけど、本当に本人にとっては必要なものと思い込んでるんだけども、他人から見たらいやこれはいらないでしょうっていうことのものたくさんありますね。まあ家に帰ってきた私も、ああきっとこういう書類って全部いらないんだろうなとか思いながら、今度まとめて断捨離しようと思いました。でまた不思議なことにね、こういう経験をした時に友達から断捨離しようと思いますって、 iPhone の中身がね、断捨離しようと思いますとか、こういう話を聞くわけですよね。で、ロゴがどうのこうのなんて話をしていたね、人と友達と、やっぱりロゴに向かって、どう自分が生きていくのかという動線を確立する必要があるんじゃないか。まあ、まだ何十年も先なんですけど、それでも、今から自分は何を食べ、どういう風に生きていくのかっていうのを、日々のね、今日をどうするのか、明日どうするのかっていう細かいことを決めていって、年とともに変化していく、その変化した時にまたそれを変え、また変えて変えてという、道筋が必要だなと、動線構築大事だなっていう話もしてました。で、物を捨ててくださいって言うと、捨てられないんですっていう人多いと思うんですよね。でもこの物を捨てるって、例えば段ボールを捨てるわけですよ。段ボールの中に入ってるものを一旦全部出して段ボールを捨てると、その段ボールの中にあったもの、どれだけ必要なものですかって話です。必要じゃないものね、結構ありますよ。人から物もらったものとか、誰々が来るためね、友達が来たら必要だろうとか、こういういろんな一年のうちに一回も使わないもの必ずありますよね。一年で一回も使わないものは必要ないと思いますよ。で、本当に必要だったらまた買えばいいわけで、おばさん家でね、びっくりしたのが、おばさんが普段使ってる食器ってもう欠けたりとか、汚れっていうか、渋がついちゃったりとかしてるんですけど、こう高そうなお皿とか食器棚に入ってて使ってないんですよ。で、5枚とかあって5脚とかセットになってて、いやおばさん一人暮らしだよねって、なんでこんなに大量のね、50ぐらいお皿があるわけですよ。一人暮らしでなんでこんな50近くもお皿があるの、そして普段使ってるのはなんでこんな偏僻な割れたやつなのって思って見てました。やっぱりね、自分に一番いいものを使ってください皆さん。友達が来るのにその友達のために一番いいものを提供するのではなく、毎日使うあなたを
大事にしてください。自分を大事にするっていうことですよ。目の前にいない誰かを大事にするんじゃなくて、自分のために必要なものだけを今目の前に取り揃えてほしい。ここを主張したいですね。で、これね、その時代、夜の時代にセミナーで言われて、もう全然に意味の分かんなかったことを今言いますね。自分を大切にすることによって人を大切にするんです。これ散々セミナーで言われたんですよ。でも私これの意味本当分からなかったんですよ。なんで他人を、自分を大事にすることが他人を大事にすることになるの？その夜の時代とかね、その時代、まあ風の時代の前ですね、心の時代の前ですよね、物の時代の時、地の時代、土の時代、まあ、こういう時代ですよね。他人が大事だった時、ね、お客さんに一番いいものを提供して自分たちは貧相なものを使う、これ当たり前だった頃、あの頃自分を大事にするっていう価値観は分からなかったんですよ。でももう風の時代になり、心の時代になり、昼の時代になって、自分を一番にね考え、一番自分が高いものを使い、自分が一番いいものを使うことによって人を大事にできるんだってことを今分かりました。自分を大事にしなきゃ何も始まらないんですね。自分を否定したり、自分をバカにしたり、自分を卑下したりする必要はないんです。今あなたはこの瞬間のレベルを学んでるんです。自分はなんて低いんだって思うんだったら、低いところから上がる段階を学んでる最中なんです。だからあなたは自分を卑下する必要ない。今物が捨てられない、ね、いろんなものを抱えてる、抱えてるがゆえに捨てることができないから、そこのいっぱいいっぱいな自分では次のステップに上がれないっていう意味でもあるんです。断捨離っていうのは捨てることによってそこに空間ができる、その心の空間である、物質的な家の空間である、これは例えば情報の空間である、どんな空間でもいいです。捨てるという行為によって空間ができる。この空間に次のあなたのステップの学びが入るんですよっていうことを知ってほしいです。だからまず物を捨てる。そもそもに冬の洋服何年も取っとく必要ないわけですよ。よっぽど私はこのブランドが好きで、この服が好きで、でこれがないとダメなんですっていう洋服以外は毎年欲しいんですから。今この時期に冬の服を大事に取ってあるとしたら、それはもう捨てましょう。新しい服をまた必ず冬に買うんだからね。去年着てちょっとボロくなったなっていうのは捨てましょう。で秋から冬にかけてね、何枚か、3枚か4枚、冬の服入り口に必要な服があればいいんです。ね、冬いっぱい着ても足りない、余るぐらいの服を抱える必要はないんです。毛糸の服でシミになっちゃってね、糸が出ちゃって伸びちゃってるものは捨てましょう。本当にね。それこそね、人にこれはあげられないなって服はね、処分していいんじゃないかなと思うんですよね。人様にこれは着てもらえるなっていう服はぜひ取っておいてください。こういう基準でもいいのかなと思うんですよね。これって自分を大事にするってことがイコール他人を大事にすることになりますよね。人にあげられるといういい、まあ、いい状態のものを自分が着るっていうことですよね。逆にその人にもあげられないようなね、ボロボロになっちゃったものっていうの、ボロっていうよりもね、シミになっちゃったりとかね、歪んじゃったりとか、そういうものを自分に着せないでくださいって話ですね。逆に言うと丁寧に着てください。丁寧に洋服も扱ってその肩崩れしないようにするとかね、そういうことも大事ですよっていうことにつながるのかなと思いますね。今日は断捨離ということ、物を捨てるということ、そのことがいろんなことに通じている、そして自分を大事にすることが人を大切にすることにつながっている、で自分の中で捨てることによって捨てて空いた空間に次の学びがやってくる、これについてお話しました。またねー。